レディースオールスター第二レースを勝ちました。戸賀氏玲花選手にお話を伺います。お疲れ様でした。ありがとうございました。なちゃん差し上げます。はい。はい。お疲れいです。はい。自分らしいレースはできました。そうですね。まあスタートはわかる位置から行こうと思ってたので、はい。頑張りました。頑張りましではユーザー振り返っていきましょう。え、百三十おしでしたかね。はい。わかる位置ですか。そうですね。はい。全速ではいけました。全速でフル被っていけました。そうなんですね。 ちょっとスタート展示からお隣の気配がよさそうですそうですね、でもちょっと今、本番は自分の方がちょっとスリットを伸び返した感じはあったのでこの一マークは、なんでしょう、受け止めたのか、合わせていったのかちょっと上、来るかなと思って途中まで握って、はい、来たんで、ちょっと、うんはい、先に回らせてもらいました。そこから船が前にに向いて直線に入った感じ、はい この船足に関してはどういう手応えです。乗り心地もだいぶ良くなってきたので。そうですね。まあ悪いところはないので、ちょっと周り系統を私は求めていきたいなと思っています。はい。はい、そうなんですね。うん、じゃ、あの。どちらかというと直線よりは。はい。手前。 出口が欲しいかなと、はい、いうところなんですね後方でねちょっと競り合いがあったんですけれども実際に富樫選手がきのせ競った感じ、はい、では印象的にはどうでした、うん、ちょっとすかる感じとかもあったんでちょっとペラ、いろいろ試しているんですけど、うんうん、方向的には良くなってきていると思っています。うんああ はい、いい反応は出てきてるということですね。はい、はい、ええー、富樫選手、今日ここ一回走りなんですが。はい。作業的には、今後、どういうふうに考えていますか?。あ、もう、プロペラ系統を中心に。やろうと思ってます、うん。はい。出口が欲しいんですね。はい。わかりました。さあ、たくさん、ファンの方からツイッターいただいてるんですが。富樫麗香選手。スタートから、道中の追い上げまで。はい。最後まで諦めないレースが、かっこよくて応援しています。はい。今節も、優質 そして優勝を目指して頑張ってください、はい、テレビから応援していますということです、はい、せっかくパーセントのいいエンジン引けたので、うん、精一杯頑張りたいと思います、うん、はい分りました、はい、それでは最後にカメラサインお願いします昨日あの岩崎芳美選手が戸賀氏選手のメイクを見本にしたって <laughs> メイク動画全部貸したんですけど <laughs> そうなんですねはい,はいじゃあ最後にポーズお願いします 明日もまたいらしてください。はい、はい、ありがとうございましありがとうございました。